こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。潜在意識は過去の意識ですから、潜在意識を扱うということは、過去を扱うということになります。あなたの過去はどうでしたか？特に何も覚えていないという人は、無理に思い出す必要はありません。しかし、過去に嫌な体験をして、それをできるだけ思い出さないようにしている、という人は、要注意です。過去に嫌な体験をしていると、それが心の奥でいろいろな作用をします。また同じようなことが起きるかもと思って、人に対して身構えたり、最初から似たような場所に近づかなかったりと、いろいろな形で自分に制限をかけてしまっている可能性があります。ですから、過去の嫌な体験は、できるだけしっかりと癒して、修正しておいた方がいいのです。ということで、今日のテーマは、悪い体験を癒すときに大切なこと、です。潜在意識を癒す方法を、第5回で学びましたね。実は、修正の仕方にもレベルがあります。今日はそのレベルについてお話ししましょう。第5回目では、傷ついた気持ちを分かってあげるところまででした。これをレベル1としましょう。これだけでも大切なことなのです。何しろ、子供の頃は傷ついても、誰にも打ち明けられずにいたかもしれないし、分かってもらえなくて、一人で泣いていたかもしれません。ですから、大人の自分がそばに来てくれて、辛い気持ちを分かってくれただけでも、大きな癒しになるのです。では、その次はどうすればいいでしょうか。次は、安全な場所に移します。傷ついたインナーチャイルドは、大概暗い場所にいて、一人でこもっています。ですから、この子の心が落ち着いたようなら、その子を連れ出して、気持ちの良い場所に連れて行きましょう。最初は静かな砂浜や緑の草原でもいいでしょう。でも、だんだん慣れてきたら、もっと活動的になれる公園や遊園地のような場所がいいです。そして、さらに気分が良くなったら、今度は勉強や仕事ができる場所へと移動しましょう。というのは、不活性な場所や遊んでばかりの場所にいつまでもインナーチャイルドを置いておくと、実生活でなかなかエネルギーが復活しなかったり、遊んでばかりになるからです。次のレベルは、諭すです。あなたが十分に大人ならば、レベル3まですることをお勧めします。傷ついたインナーチャイルドは、自分は悪くないと思っています。お兄ちゃんにおもちゃを壊されたのも、自分のせいじゃないし、友達にいじめられたのも、自分のせいじゃない、と思っているでしょう。その思いのまま、その子を癒すとどうなるかというと、自分は悪くないのに、ひどい目に遭うという思い込みの型が作られてしまうのです。これは困りますね。自分が悪くなくても、悪いことが起きる世界に生きていれば、誰も本気で生きる気にはなりません。ですから、これを直しておく方がいいのです。ということで、大人のあなたは、少し視野を広げて、何をすればそんな嫌な目に遭わないかを教えてあげます。お兄ちゃんに依存するのをやめて、もっと自立しようね、とか。いつもむすっと黙っていないで、人と仲良くする努力をしなさい、とかです。こうして、何々すれば嫌なことは起こらないと教えておくと、そうだったのか。だったら、もう大丈夫、と思えて、胸のつっかえが取れます。このように、修正するにもレベルがあります。最終的にはレベル3に行かなければ、本当に新しい自分になれませんので、そこを目指してくださいね。